こんにちは。今回の YouTube はこちら、コカーマネージャーにスタイプやべ噛んだスパイクの磨き方を教えてもらおうということでね。はい、じゃあ自己紹介をどうぞ。マネージャーのコカー翔輝です。使ってるスパイクをこう磨いていったらいいのかっていうのを、なかなか見れない世界を見せてもらえるかなと思って、今日は僕とクスは習う方なのでプロフェッショナルで教えてもらおうなと思ってます。お願いします。じゃあスパイクのまず中敷きを抜いて、はい、抜いてます。クスはやってますいきます。なかなか中敷き抜く人っておらんからな、中学生とか高校生とか。でも中敷き抜かないとここ剥がれやすくなるらしいですよ、蒸れて。そういうのは正気が言うお前が言ったらあかんねん。正気から教えてもらったことをお前が言ったらあかんねん。正気から教えてもらって、それはお前ちゃんとお前 YouTube 撮ってんねやからちゃんとせよ。正気が言ってました。正気が言ってました。ここが剥がれちゃうって。うまく編集、うまく編集。正気が言ってました。はい、じゃあ中敷き取りました。結構悩むと思うんだけど、ね、紐を取ってください。戻っていいの？紐を取っていい。僕はあの普段練習で履いてるプーマ1っていうスパイクなんですけど、ちょっと今日結構汚くなっちゃったんで、まあこれをきれいにしていこうかなと。でまあ2人とも固定式のスパイクなんで、まあ、あのスパイクにこう鉄の取り替え式っていうのはあるんですけど、一応これもなんか参考になるかなと思って持ってきました。これは普段練習で履いてるテンション上げろよアシックスのエクスフライです。はい、特に喋ってないんだよ。あ、僕ですか。これはヤン君のです。ヤン君のティエンパです。お借りしてます。じゃあ次は取ったらこのスプレーで、これが汚れ落としなんで。それどこでも売ってるやつなの？これは雑貨屋さんとかですね。ロフトとか、あ、東急ハンズとか。なるほど。ロフトとか東急ハンズとかが近くにない人は、ない人は何で代用したらいい？これはあくまでもちょっとスピードを速めたい人とか時間がない人なので、あ、なるほどね、時間があるなら濡れ雑巾で、濡れ雑巾、普通に拭いてあげたら、あ、なるほど、汚れは大体は取れます。なるほど。時短、じゃあ時短ですね。時短用です。じゃあこのスプレーでとりあえず泡タイプですね。泡タイプですね。何箇所かにやばい出して、ブラシで細かくこすってあげてください。優しく。ゴシゴシじゃなく、ゴシゴシじゃなく。でこの時に靴の中に手入れて顔を押し上げてあげるとシワが伸びるんで磨きやすいです。シワに入った汚れを取ると。そうです。なるほど。こういう時やっぱ影薄いんですよね見てるだけでしょ、はい、出るんですよね。でそれを雑巾で拭いてあげたら、おすげえ、こことここの差です。ちょっとやってみていいですか。はい、お願いします。あ、出しすぎちゃった。めっちゃ出る。大丈夫です。こんなもんか、うん、はい、黒だから目立つかな。でもしつこいよこの汚れは。僕はあれです、はみちゃう歯ブラシ動きです。あ、あです、こう。そう、僕は点持ちでやっちゃいます。へえ、俺ダメだ。左利きとかこっちもやりますよ。それも個人の問題やで。個人の問題ですよ。左利きの人はね、じゃあ左利きの人用やな。じゃあそうサウスポー用、サウスポー用の。そこかけるかな。どうやって綺麗になってんのあれ。お、全然違う。あんま分からん、結構使ってるスパイクが分からんけど。おお、テカってるわ。もうちょいいける、もうちょいいける、もうちょい行こうか、もうちょい、もうちょい行こうか。もうちょい、黒のさじ加減あんま分かんないんだけど。どう？まあその前しか出ない。こっからここはもうちょい行く。まあね。まあ普段やってるからな俺。
そうですね。普段俺やってるみたいな言わせて。おい、そうやって先輩をすぐ棚にあげるでしょ。本当に本当にこうやって自分のことだけよいしょして俺やってへんみたいな言い方して、それ捉え方です。本当ですよ。まあまあやっぱでも泡めっちゃ茶色くなんだけど、高校生の頃とかってやっぱ自分で手入れするからさ、磨いてたやろ高校生の時。中学の人は高校の時の方がサボってました。お前高校生に夢与えられへんやん。だからなんか俺もっとやっとけばよかったなと思った。ああ、それをちゃんとまとめて言ってみ、高校、今の高校生の子たちに。やっぱね、ものに恵まれてるからね、ちょっと大事に扱ってほしいですね。そうやな、それを気づくか気づかへんかはやっぱ自分次第か。俺らもらえるのが当たり前じゃないんだやっぱり、スパイクを。そうね、サポートしていただいて。そうそう、限られてるからやっぱり。僕これが変数的なんですよね。わかりますか、うんうん、なってこっちやった方、こっちやってない、まあ、元はさ、元が分かりにくいやん、まあ、黒だからそう分かりづらいけど、でも見てん、全然見てん。白はずるいて。どう、皮はさ、これでいいやん、はい、このビニール生地はどうしたらいいの。僕はビニール生地もそれでやります。じゃあこれ一緒にやっていいの。はい、一緒にやって大丈夫。一緒にやるね。最近はね、はい、多いから ね、 そ う、 ね、そう、皮のスパイクもそうやし、やっぱりこう人口比較っていうんですかのあれがやっぱりスパイクが多くなってきてるんで、そう、まあ手入れは楽やけどね。そうですね、そうだね、楽やからね。めっちゃフィデのところ服だけやから。でも独り言多いんですよ。独り言が多いから。アシックス履きやすいですやっぱり。ちゃんと一番アシックス履きやすい。ちゃんとさ。YouTube 撮ってるって喋らんと。本当に自分の世界入っちゃうやん。で次、クリーム。クリーム、クリーム、皮に栄養を与えるための、柔らかくするため、柔らかい状態を保つためのクリーム。本当に全色これ対応してるの。これは無色です。だから何でもいけます。見たことない。これ出してる。どこで手に入る前は。どこで、これも雑貨屋さんです。雑貨基本。これは白用もあるし、黒用もあるし。これはあれですよ。じゃあ万能。メインはこれちょっと高いんですけど。ああ。革靴。ちなみにおいくらぐらいでしょうか。2000円ぐらいらしいです。2500円らしいです。ちょっとお高めですけど、長く使えるんで。けどまあ普通にスポーツ店に行ったら、なるほど、クリームは売ってるんで、それで。買ってもらえたら。グス君は黒の色がついてるクリームで、ちょっとこれ油分が多めなんでテカテカしますけど、はい、それでいきます。よし、じゃあこっちは、まあ、直接取っちゃう感じね。僕は手でちょっと取って。少なめでいいんだね。少なめで、だいぶ少なめですね。もうちょっとかな。そんな薄い。僕はこんな感じです。これをブラシで。それ100均とか売ってるよな普通に。これですか、うん、売ってないか。売ってないですよね。あれ、それは売ってないっすよ。売ってないか。これは売ってないっす。増えたな。これは売ってない。おかしいな。売ってないか。これはもう多分ロフトとか。ロフトか。でもこれもスポーツ店には多分売ってると思う。あ、嘘、はい、普通の靴屋さんはにも売ってると思う。ああ、そうね。そこにもあると。確かに確かに。これでクリームなじませてあげて。磨き方プロやな。この時もちょっと貼った方がいい。そうですね。僕はもうなんか常にこの状態です。靴触るときは。こっちか。こうやって逆このままこうやって入れる感じです。こんな感じ。なるほど、はい、ちょっと乗って。このままでいい。クス君はまあそうですね、ちゃんちゃんとするじゃないですか。とりあえずできた。それで、うん、これで。しかし、やっぱ持ち方大事やから。僕はこうです。俺こうやから。俺こうやから。癖だ。ちょっとこう。すごい。老舗の。あ、シャーサイ。いや、シャーサイ。シャーサイ。これどうする。出ますよね。ああ、この持ち方いけるよ。
いけるだろ。うん。やりやすい。どうですか。やりやすい。もう全部もう全部握っちゃうね。縫い目に沿った方がいいね。そうですね。縫い目に。こうじゃないってことでしょ。そうです。こうです。僕は。こうっす。縫い目に沿ってちゃんと。まあ、けどこっちもあるんで。こっちもあるらしいんでちょっと縦も入れながら。僕は縫い目ないんで。まめなく。まめなく。散らしてあげる感じで。なるほど。これは皮のとこだけでいいよね。そうですね。オッケーオッケー。これは皮のとこだけでいいんだよ、ね。うるさいな、なんか。言った。なんかうるさいな。ポキタチすぐぶっこんでくるよね。こういう不意に。むずいわ。むずいわ。ずっとちゃんと気づくのが山田元気。むずいわ。まだまだやわ。3年目で育つ社会があります。やばいわ。やばい。本社がましたぞ。おお。だいぶ変わってきた。うろってるわ。ね、うろってるの、うん、全然違う。栄養満点って感じ。で、どういうことですか。ちょっと栄養満点。いやいや遅いて。次。じゃあ次。ブラッシングしたら、まあこれもちょっと置いて時間を。で、まあ綺麗な布で、綺麗な布がない。まあ綺麗な布で最後拭いてあげたら終わりです。なるほど。はい。綺麗な部分で本当は時間を置いてやってあげたら、なるほど。なんか質問とか受け付けたらよかったね、スパイクに関してのね。こうスパイクのプロフェッショナルってやっぱ中にあんまりおらんからさ、それは、うん、気になること結構あると思うよ、多分世の中のサッカー少年、サッカー少女たちは。俺さっきの中敷き抜くやつも正気に言われて知りましたもん。蒸れてここが剥がれやすくなるよって。めっちゃ気になったんだけど。ビフォーアフター、黒も多分だいぶ違いますよ。だいぶ違うんだけどね、光どうすか、うん、カメラわかります、映ってます。顔映さんだよね、メインスパイクやん。こんな感じです。まあ、あの僕が中学の時とかはこのクスの黒のスパイクあるじゃないですか。このクリーム塗った後にあの、まあ、お母さんとかのストッキング、お母さんとかが履いたストッキングを破れて履かなくなったやつもらって縛って、それを最後にバーってこう拭いたらめっちゃピカピカになるんで、やってみてください。感想はコメント欄へ。やってみて、感想はコメント欄で、それ聞いたら僕が喜びます。スパイク、あと最後になるんですけど、外した紐は洗濯機とかに自分で洗ってください。そうね、そこ大事やな、はい、そこ大事よな、自分で、親じゃないもんな、ね、履くのはな、自分でやりましょう。まあ、ぐちょぐちょになった靴とかさ、はい、お母さん洗っといてとかじゃなくてさ、自分で使うもんは自分で、うん、それは間違いないね、大事にした仲間するし。